I am! お前なのか? だからよ。 いやまさかお前んちが俺んちのこんな目の前なんてな。 リサリサの部屋のドアの前で待つのがベストです。 その間鍵穴に目を近づけるのはいけないことでしょうか。 ナイス。 ジョータロウ、奴のスタンド、ザ・ワールドの正体は時間じゃ。 時間を止めるスタンドなんザ・ワールド。 モハメド・アブドゥル。 Yes, I am. お前なのか。 今の奴らの生命に しがみつく必死の競争。よし、立派に取れたぞ、せっこ。呼べよ、早く呼べ。だが断る。ヘイ、ベイビー。 そんな不安定なところで戦う気か。降りてこい。これは試練だ。過去に打ち勝てという試練と俺は受け取った。人の成長を未熟な過去に打ち勝つことだとな。え、お前もそうだろ、ジャンピエール・ポルナレフ。 貴様はディアボロ。次はジョータロウ。貴様だ。やろう。ディオ。ほう、向かってくるのか。逃げずにこのディオに近づいてくるのか。 せっかく祖父のジョセフが私のザワールドの正体を試験終了チャイム直前まで問題を解いている受験生のような必死こいた気分で教えてくれたというのに。近づかなきゃてめえをぶちのめせないんだな。ほうほう、では十分近づくがよい。
呪い呪い、ザ・ワールドは最強のスタンドだ。時間を止めずともスピードとパワーとて、お前のスタープラチナより上なのだ。俺のスタープラチナと同じタイプのスタンドだな。遠距離へはいけないが、パワーと精密な動きができる。貴様よりどのぐらいザ・ワールドのスタンドパワーが強いかちょいと試してみたかった。ま、試すほどでもなかったようだが。試すっていうのは傷にもならない、撫でるだけのことを言うのか。2万円もしたズボンが破れたがよ。どうしてジョースター家というのはこう負けず嫌いなのだ。はあ、くだらん挑発に乗ってやって、もうちょっとだけ試してやるか。ハヤト、クラエディオ半径20メートル、エメラルドスプラッシュを。マヌケな、知るがいい。ザ・ワールドの真の能力はまさに世界を支配する能力だということを。出してみろディオ、スタンドを。ザ・ワールド、カケオイン、いきなり吹っ飛ばされている。バカな、カケオイン。じゃあ逃げるんだよ。何をやったってしくじるもんなのさ、ゲス野郎はな。アリーベデルチ。